はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、10月3日日曜日になったんですよ。日付が変わって3時37分なんですけども、私ね、ある方にヤフーショッピングを通じてプレゼントをしようと思いましてね、このビールっていうかね、金麦ってやつを送ろうと思ってるんですね。こちらなんですよ。はい、で注文しました。価格がですね、2ケースでなんかおまけがついて6360円なんですよね。6360円と言いましてね、48本ですから1本あたりが132円ですか。これでまあ送料込みということになるんですが、がですよ、6360円の他に値引きが日曜日なんでね、920円の割引がつくんですよ。PayPayでバックされるんですね。で、さらに63円分の T ポイントなんで、都合537円で買うことになります。1本あたり単価が112円なんで、20円ちょっと安く買えるんですよね。で、こういう風にペイペイで買うとすごくお得なんですよね。特に日曜日ね。だから私はね、だいたい日曜日を待っていろんなものを買ったりするんですよ。で、買うなんとかとかね、ありますよね。買うサンデーか、買うサタデーですかね。まあとにかくイベントがあってね、5のつく日と日曜日っていうのがすごく安いんですよ。プラス5のつく日と日曜日が重なる時がたまにあるんですよね。10月はね、ないんですけども、10月はだから5のつく日、5日、15日、25日っていう風な1ヶ月のうちに3回、それから各日曜日30、17、20、31と今回5回ありますよね。だから合計9回なんで、だいたい3日に1度はお得な日なんですよ。だから3日に2日のお得じゃない日に買わないように気をつけてるかなってところでございます。結構このね、ちりつもなんですけども、ちょびっとずつがかなり大きな金額になるんですよね。で、PayPayの方でちょっと開けてみますと、ボーナス運用、私はバックされてる金額がボーナス運用に回るようになってるんですけども、こちらの運用額がね、今いくら？ 14,420 円貯まっております。ね、14,420 円貯まってます。買い物するだけでこうやってお金が貯まっていって、このお金で、まあ運用もするんですけども、そのまんままた新しい買い物もできますので、二重三重に得というね。だからね、おそらくこれソフトバンクグループが儲かってるお金でこっちのショッピングの方に充当してくださってると思うんですよ。もちろんショッピング単体だったらこれはね、なかなか黒字になるの難しいんじゃないですか、これだけバックすれば。でも、ショッピングの方で顧客の囲い込みと業者さんの囲い込みをして、で、PayPayの手数料今月からかかるわけでしょ。やっと今までにずっとね、無料でやってきたのが、これからガッポガッポと報われると思うんですよ。いや、さすが孫さんですよ。ユーザーとしても、このね、浸透したペイペイバック、5日と日曜日、ね、それからスーパーペイペイデーでしょ。これ逃せないですし、業者さんも、もうね、自分の業者に住所が登録されてるわけですよ。これを手数料がかかるからといって外して、またね、生身の体でやるってことは考えられないんで、本当に作戦勝ちだなと思います。だから、消費税が上がったりとかね、社会保障費がまたね、ちょっときつくなったりとかして、私たち国民としては、可処分所得がものすごくね、苦しくなってるところだと思うんですよ。でもちゃんとこうやって、ソフトバンクがそこに、チャンスを見出してね、多分ですけども、通信代でがっぽり儲けて、こういったショッピングでは、どっちかっていうと、損して得取りをやってるのかなと思いますよね。で、しまいにはね、これが上手なのが、ペイペイバックが一番マックスで多いのは、スマートフォンソフトバンク、光回線ソフトバンク、ヤフーショッピング、ね、ソフトバンクって感じで、同じグループの中で、ほとんどの買い物が自己完結してるってことなんですよね。まさに私それですよ。ガソリン入れても、ね、Tポイント。で、とにかく、ソフトバンクの経済圏の中に入ってるって感じですよね。何もかも。楽天はだからね、ほとんど使わないですね。楽天でしか買えないものとか、楽天が圧倒的に安い時だけそっちで買いますけども。まあすごいですね、もうね。このポイント業界にはもう新規参入ほとんど無理ですね。で、今どっちかっていうと、先行していた T ポイントが、この PayPay とかに食われちゃってるって感じですよ。だからソフトバンクの PayPay がものすごく強くって、T ポイントってのはどっちかっていうと、プラスアルファってね、今回もだから、ペイペイが920円つくところで、T ポイントは63ポイントですからね。どっちが大きいかなって、一目瞭然みたいになっちゃいましたね。いやー、本当に考える人は考えるもんですね。
ということで、金麦のプレゼントにいろいろ考えたでございます。ありがとうございました。